ハロー皆さん、どうも。パワープロ2017ペナント編、阪神タイガース日本一物語の続きやっていきたいと思います。出番プレイでね、やっていきます。先発は藤浪だな。先発は藤浪にしよう。オッケー、絶好調ですよ。この野手の方はね、ちょっと一回ベストオーダーを組み直しておきました。こんな感じ。セカンド西岡、サード鳥谷、これちょっとねどうなのっていう感じですけど、まあこんな感じでやっていきたいと思います。でチャンスになると俺がねプレイしていきます。いこうか。おっと、リアル同様雨ですか。ズームスター11回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発、まあ、雨だろうと特に関係ないからね、このゲーム。なコントラストがちょっとおかしなんだよね、雨の日は。この両投手の投げ合いです。おかしいでしょ、なんか試合開始となります。さあチャンスを作ってくれんかな。チャンス作れないな。ノムスケだからね相手。先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で福留、これは最低でも外野フライが欲しい。点入るよね。よしよし、初球打ち、よしよし。甘い球はね積極的にいきましょう。これちょっとねエロゲかなと思ったが、うまいこと三遊間抜けてくれました。これありがて。次誰だ。ロジャース、行くぜ。初球決まってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球、これは田中康介だ。さあ鳥さん、チャンスは全く打たない。鳥さんどうする。1日1膳男だろあんた。サブローだろお前。サブローは1日1膳してたぞ。せめてそりゃやろうぜ鳥さんよ。うわクソみたいな流し打ち。これ鳥毛ちゃうのおい。はい鳥毛ごっつぁんです。これがね今の俺の操作する鳥谷の現状です。簡単にゲッツーを打つ男、ゲッツー打つ天才ですからね、このゴッドバード。うわ藤浪やってくれとるのお前。あらーやってくれとるのと言った瞬間これか。いきなりどうした藤浪。また鳥谷か。いやロジャースこれ変えるだろう。めっちゃ残ってるもんな選手。誰で、いや上田やな。タイガース代走投入です。上田二塁に入りました。バントいらんだろもう。危ない球。第2球投げました。サークルチェンジエグいな。投球はこれから3球目。もうわずかながら外れています。見るよ。カウントは2ボール1ストライク。これはうまい。上田の足がいける。いや無理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 。さすがに前進しすぎてたね。丸が大和だ。下位打線がちょっとねやばいかもしれない。これまあでも大和はアップデート来て打てる打者になってるから、打てるショートになってるから。これはダメだ。最低限できねえ。ランナーは一塁三塁変わりません。第9球投げました。初球落ちました。これは最低限でしょう。さすがにお疲れい。うわもう点取られすぎやろもうこのチーム。どうしたもう俺何もすることないわ。そしてそのまま敗北そのまま敗北する阪神タイガース。終わりだ。いや藤浪誤算すぎだろお前。いやヒロインがなんだこのヒロイン。ご覧いただきましたように5対2タイガース残念ながら敗れました。ノムスケとインチキですよこんな。何なんだよ。実況担当は堂前秀夫で、マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしました。いやー藤浪これはエース藤浪じゃないわ。どうした5回にいきなり突如ね4失点っていう。いやこんな防御率クソになってるだろうお前な。被安打6イニング投げて8本脱三振6で四死球を失点4。はあ、
いや、これはリアル藤浪になってしまったね、突如。乙女メンタル炸裂ですよ。乙女メンタルってやつだ。さあ、次が3戦目ですね。前回丸々1試合俺がプレイしてたんで。で、ここで、能見さんやだな、これ活かすんの。岩貞も防御率クソだが、岩貞の方がマシや、まだ。まだ岩貞の方がマシだ、能見さんより。で、先発誰だっけ、ヘーゲンズ。エゴシ絶好調。ほー、ロジャース。で、ロジャース打ちやすいんだよね。トリさん変えるか。大山。あ、ちょっと待てよ。これはそうだ、原口。戻ってきたんじゃないか、これ。多分もう登録できるはず、原口が。だよね、できるね。どうしようか。坂本かな。うん、一回坂本を下げましょう。俺ね、キャッチャー原口で使ってるからね、今。一回坂本二軍に落としましょう。上田をね、前回上げたばっかりなんで、上田を落とすっていうわけにはいかんからな。一回坂本を二軍に送って、岩佐の先発にして、で、原口を、うわ、でも原口キャッチャー、ちょ、ファーストで使うわ。うん。梅ちゃん、割りかし仕事してくる。うわー、これ、ロジャース一塁しか守れんのがあれやな。まあ、トリさんはこうだな。中谷もな、これ好調なんだよな、これ。いや、やっぱこうだね。うん、こうだわ。これで中谷ファーストにして、あれだわ、エゴシ使えるから。俊介も好調か。うわ、でも原口キャッチャーにしたら、なんか やたら失点する気がするんだけど、気のせい。で、6番大山、5番江越とかいうやばい打線で、これやばい。1番江越にしとこう、まだ。中谷も江越もチャンスに激弱なんでね。それだったらもうさ、でもな、中谷1番、2番。それだったらもうこれでええわ。もう中谷1番、2番江越にしよう。じゃあこうだ。じゃあこうだ。ああ。2人ともチャンスに激弱なんでね。で、5番にチャンスに強い西岡置いとこうぜ。こうだね。で、原口は8番固定。原口は8番でいいな。8番に原口がおる。厚み。よし。これで今回は行きましょう。で、出番設定で、神々だけど、チャンスピンチになると俺がプレイしていきます。ほんじゃまあ返した。ロジャース1塁しか守れんのあれやな。サードとか守れてくれたらね、いいんやけど。外野とか。一塁だけロジャース打てるからな、なかなかに。松田ズームズームスタジアム。さあ、快晴です。広島東洋カープ対阪神タイガース。12回戦の模様をお送りしてまいります。カープの先発は右の平原。防御率は 3.99 か。左の岩佐。この両投手の先発。どうなるこれ。さあ、間もなくプレイボールです。さあ、和製日本人純国産打線にしたぞ。さあ、先制のチャンスを迎えました。おお、いきなり二塁という場面でエゴシ。タイガースいきなり先制のチャンスを迎えた。三振の特能は消えてますから、エゴシ。マシンで捉えた。うわー、エゴシいい当たりでしたが、ショートゴロに終わっています。これでまた一投一三頼むぜ。甘い、それを振らない。ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げた。これはクソボールだな。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。打った。痛烈な当たり。うわ、もうチャンスで打てんな、マジで。取りました。中谷の足ならサードはまあいけるでしょ。これをね、2番がやれっちゅう話よな。さあ、ドメさん頼むぞ。第9投げた。あー、あんまり曲がらないカットボール。まあカットボールだからそれは曲がらんわな。これはこれは福留、阪神の4番ですわ。ああ、これが福留さんか。あんまり見んよね、こういうの。大事なところで凡退するのが福留のイメージ。ここで打ってくれた、ありがとう。これはお前 CS ファーストステージでね、決勝ホームラン打ったあの福留だよ、完璧。ああ、ああ、いきなりだー、岩佐だー。やっぱり岩佐だも立ち上がりあれだな。これクソ甘いとこ行ってるわ。ちょっと待て待て待て、今のクソ甘いわ。第3球を投げた。1つ外したボール。カウント1ボール2ストライク。もう全然振らねえじゃん。いいところですが外れてます。よっしゃ、あれは振るのね。
こりゃ2016年言わせた。1回が終了しました。貯金10か。チャンス作らんな、ほんまこのチームは。全然チャンス作らんやん。投手戦になっとる、まさかの。ノーアウトランナー2塁という場面でバントの明治。ノーアウトランナー2塁。スイングアウト。見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。いかんピンチだろ。投げました。打ちました。大山のサードもやばいぞ。次は5球目で投げました。肩はね、なかなかに。オッケー。ピッチャーヘイゲンズは打たせてくるので、さすがにバント采配はせんか、大型は。第2球。もうカウントワンボールワンストライク。あ、ま、合わせてきてるな。投げました。打ちました。ピッチャー正面。わあ、サード投げれたんちゃうんか今。なおもピンチがテンパった。P ゴロだったか今、まさかの。抜けるかなと思ったんやけどな。第9。岩佐田踏ん張れ、お前ならできる。投げました。2球目空振り。カットボールは投げれんな。投げました。1つ外してボール。そして最後はこのタイミングをずらす。チェンジアップ。うわあ、嫌なコースに飛んだが大丈夫だ。5球目。はい。打ちました。おいおい、マジかよお前。第6球を投げた。もう全然振らねえ。ボール2ストライク。投げた。よし、チェンジアップ。よし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 。タイガース、この回チャンスチャンス。全然チャンス作らんこのチーム。いや、もう岩佐打つ無理だね。もう6回でも6回誰生かす。横山生かしたいな。無理だな。エルドレッドって対左にあれだった気すんだけど、どうだ。6回はもう石崎行こう。タイガースピッチャーを変えてきました。和製オスンファン行こう。右の石崎、今日2人目のピッチャーとして登板です。すごいホームラン打ってる。第9投げた。初球はストライク。まずは入れてきました。インコース、全然振らない。カウントは2ボール1ストライク。打ちました。セカンド左への打球、一塁へ送る。アウト。タイガース、なおもピンチが続きます。そしてラスボス、鈴木誠也。鈴木、今日は三振。こっちの方が嫌やな。警察だ。空振り、これで追い込みました。外に逃げる。スライダーは振ってきて、大山の肩は、肩は一流だぞ。大山はオッケー、ナイス、よう踏ん張ったわ。これは和製オスンファン。いや、大山ほんま権力はめっちゃええからね。ようやく、はい、ロジャース、ロジャース結果出すな、ほんまこいつは。上田上田上田、代打で出てきてるよね、ロジャース。さあ大和行こう。落ちねー。残菊じゃねえかお前。マジか、この守備範囲おかしな守備範囲やな。よっしゃ、前進守備。よし、復帰後いきなり仕事したな。原口なんだよな。さあ、ブレイシア、防御率はええな、5試合といえども。さあ、もうこれはね、代打チャンス。誰、鳥さん、もう鳥さん脱色か。調子もあれやし、もうええわ。で、原口も変えましょう。そのまま梅野。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面で鳥谷。チャンスに強くない鳥谷。第9、シンカーはボール。投球これから2球目。えぐいな。田中掴んだ、一塁送球。そのスラーブは無理だ。3アウトチェンジ。7回の表が終わって3対1。うわ、すげえヒット打たれた。ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で菊池、今日はここまで3打。桑原が出てきてるわ。サードレフト高山、やーべえ。レフト高山やめて。なんで高山守備固めで出てんだよお前。えぐいなこれは。やめてくれ。セカンド鳥谷もやばい。こうなるとお前代打使えんやろお前。何をして高山をレフトにしとるん。意味がわからん。どうにかこうにかしたいが、これお前鳥谷も守らしてるからな。もうちょ俊介残しておきたいから、こうするしかないわ。もう
もうえぐいなこれほんまに。高山レフトって飛んだら終わりだろ。さあここは守備を変えてくるようです。まだ7回でしょこれ。えぐ、第9投げた、守備固めがおかしすぎる。第2球投げました、直球決まってストライク、もう追い込んでいます。相手からのほどまっすらね、高速スライダー、これは打てませんわ。これ誰が打てるんだこのまっすら。7回の裏が終わり、ワンアウト、高山マテオが出てきてる。うわもう打たれすぎやろマテオさん。松山対左クソ弱かったんだよ。ただここはもうマテオで抑えよう。もう第3球ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。全然振らねえな。第5球投げました、打ちました。でこれは糸井さんさすがに取れるよな。よっしゃこれもライトレフトやばすぎや、守備が変な守備固め送られてるからな。これたまったもんじゃねえよ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー俊介ナイス。これでも多分誰もおらんよな控えが。オッケー、もうだからもう延長入ったら終わりだ。投げました、ボール外角低め、カウンター2ボール1ストライクです。投げました、打ちました。松山でも落ちないわな。前進してたか今。ランナーは2塁変わりません。さあ梅ちゃん、第9投げました。もう大和で打てる気がしなくなってきたな、こうなってくると。第2球反対方向に、これも鈴木誠也の守備範囲。いやいいとこに飛んでんやけどね。で守備はレフト俊介、セカンド大和になって、よし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 、きたこれぞマテオか。ジャイアンツ戦のマテオにならなくていいからね。マテオじゃないわ、ドリスにね。はっ、でこの見せ玉ストレートの後のスピット、これは振りますよねさすがに。さあ菊池、オッケー、もうこれは盛り越し盛り越し盛り越し、今なりでもいいか。はいオッケー、ナイス、なんとかに勝ち越しやな。カード広島勝ち越しで終えた、よかった。ほんまにこれお前どんだけヒット打たれんねんって感じやけど、残塁祭りだったな広島の方。助かった。さて今日のヒーローは勝利投手の岩佐だ。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は3対1タイガース2点差で勝ちました。勝利投手は岩佐だ、敗戦投手はヘーゲンズ、そして西武はドリス、実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島から。一応首位キープかな。一応ね首位に躍り出てたんやけどね、タイガース首位キープなのかな。あのほんまね、カッパさんのツーランが効いたな。俺が打ったツーランがよ。いやーよかった。そして桑原の防御率はまだ未だに7点台っていう。中継ぎはようやってくれてるわほんまに。中継ぎはね、ようやく岩貞今季2勝目、2勝7敗ってひどいな。あーメッセノリノリじゃなくなった、マジか。そしてカノーが劣化しておる。昨日トラバンに出てたね、カノーさん見た、みんな出てましたよトラバンに。岡崎も劣化始まってるな。 OK、 じゃあね今回はここまでにしときたいと思います。またねバイバイ。